プレゼントのまき。なんて綺麗な星空。ひろみ、ハンカチにアイロンかけといたよ。もうばあちゃんたら、入るときはノックしてって言ってるでしょ。あ、ごめんよ、悪かったね。そういえばひろみ、今度の日曜日は誕生日だったね。え、お友達を呼んでお誕生会をしたらどうだい？お誕生会？あ、ごちそういっぱい作るよ。本当に？あ、わかった。考えとく。翌日。よっしゃ。ちゃーやっかい。このノート誰のだい？なんだ、誰のかわかんないのか。夜空にキラキラお星様、見ているだけで涙が出ちゃう。私は今夜も夢の中、ほうき星に乗って空を飛ぶ。あー、やっぱりそれ前田さんのポエムノートだよ。ポエム？そう、詩だよ、詩。ほうき星に乗って空を飛ぶなんて前田さんらしいよね。でもなんで前田は星を見ると涙が出ちゃうんだろう。確かにちょっと大げさかもね。あんたたち、前田さん、人のノートを勝手に見ないでよ。違うじょ、床に落ちてて誰のか分かんなかったんだじょ。そうだよ前田さん。困った人たちね。乙女心がわからないなんて。そうよ、乙女なら誰だって星を見れば涙が出てくるものなのよ。出た、乙女クラブ。はあ、前田さんまだ怒ってるかな。謝りに行った方がいいかもね。おいらノートを拾ってあげただけなのに。ごめんください。あんたたち、何かよ。さっきはごめんね前田さん、あんなこと言っちゃって。ノートを読んだりして悪かったじゃん。本当にごめんなさい。あら、みなさん。あ、こんにちは。こんにちは、どうぞ上がってちょうだい。いいの、もう用は済んだんだから。そう？あ、ひろみ、今度の日曜日に来ていただいたら。え、日曜日？おばあちゃん、私のお誕生会をやるのよ。大したものはできないけど。はい、ぜひ伺います。ずうずうしい人たちね。ま、おばあちゃんもああ言ってるし、お誕生会には呼んであげるけど。プレゼントは何がいいかな。ああ、前田さんの好きなものって。星をプレゼントしたらどうだい。星？流れ星を捕まえるんだじゃ。あんた、とりあえず星のことを調べてみない。ああ、そうだね。お待たせ。
見て、夏の大三角だって。夏の大三角？こと座のベガ、わし座のアルタイル、白鳥座のデネブで三角形でしょ。ほんとだ、三角だじゃん。ベガとアルタイルは七夕伝説の織姫と彦星でもあるんだって。へえ。あ、これ変なの、コップ座だって。コップっていうよりお父さんの使うおちょこみたいだね。髪の毛座なんてのもあるよ。これで髪の毛？オイラには踊ってるタコに見えるじゃん。タコタコ星人が住んでいる星かもしれないじゃん。山だったらねえ、こんな風に星座の絵を描いてプレゼントにしたらどうかな。いいね、それ。そうしよう。よしっと。白鉛筆がこれほど役に立つとはね。星座の絵か。なかなかよく描けてるじゃない。まあね。知ってる？誕生日の星座でその人の性格なんかもわかるんだよ。え、性格が？そう、これこれ、よしこさんに借りちゃった。ああ、星占いか。マルコは5月8日だからお牛座ね。何事もマイペースで我が道を行くタイプ。人はいいけど少し頑固な一面も。お、我が道を行くなんてなんかかっこいいじゃん。確かにぐうたらにかけては我が道を行ってるよね。失礼だね、あんた。あ、前田さんは？ん？今度の日曜日が誕生日なんだって。ってことは蟹座ね。心優しきロマンチスト、人の面倒見がよくてお母さんのように頼れる存在だって。心優しきロマンチスト？そこサボってんじゃないよ。お母さんみたいにガミガミうるさいところは当たってるよ。ガミガミうるさいとは書いていない。ちなみに私は大好きな秀樹と同じお羊座よ。やっぱり運命の相手ってことだよね。はいはい。翌日。まるちゃんやっぱり上手だね。そう？山田、そんな星座あったっけ？星の点をつなぐと UFO みたいに見えるだろ。オイラは UFO 座ってつけることにしたんだ。山田らしいね。あれ、星座の絵だね。前田の誕生日にプレゼントするんだ。へえ。そういえば画用紙でプラネタリウムが作れるみたいだよ。プラネタリウム？こんなんで本当にプラネタリウムが作れるの？まずはみんなが描いた星の通りに穴を開けていくんだ。はーい。プス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 。綺麗に開けなきゃね。こうして裏側からセロハンを貼れば光を当てた時綺麗に見えるよ。よし。タコタコ星人の星は赤にするじゃん。最後にこうして丸めて丸くくり抜いた紙皿でそこを塞ぐ。ここに懐中電灯をセットすれば手作りプラネタリウムの完成だよ。案外簡単にできたね。あれ、帽子にもなるぞ。そして日曜日。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマエダさん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。はい、これプレゼントよ。私からも。ありがとう。あ、カーテン開けなくちゃ。待て。え？はい、前田さん、これ。え、何？帽子？かわいい絵が描いてあるみたいだけど。前田さん、私たちからのプレゼントは手作りのプラネタリウムだよ。あの星の集まりが天の川、
あそこに見える赤と青の星が織姫と彦星です。まあ素敵、私と花輪くんみたい。本当にロマンチックね。ひろみ、まあ綺麗ね。あの星にはきっとタコみたいな宇宙人が住んでるんだぞ。山だ。みんな、今日は素敵なプレゼントをありがとう。また遊びに来てくださいね。はい、お世話になりました。いやー、前田さん、プラネタリウム気に入ってくれてよかったよ。ほんと、あ、流れ星。願い事すればよかった。オイラを UFO に乗せてくださいな。まあ、山田ってば遅いよ。そうかい。いつも見上げる星空が今夜はひときわ美しく感じられる3人であった。不思議な味の七変化の巻。おはよう、たまちゃん。おはよう、まるちゃん。あ、なんかガムみたいないい匂いがする。ああ、きっと歯磨きの匂いだよ。昨日いちご味の歯磨きを買ってもらったんだ。え、お子様歯磨き、いいなあ。あれちっちゃくて可愛いよね。バナナ味とオレンジ味もあって、どれにしようか迷っちゃった。贅沢な悩みだね。ああ、うちの歯磨きなんてずったいでかくて可愛くないし、スースーするだけでいいとこなしだよ。この歯磨きも桜家の虫歯予防に貢献しているのに、ひどい言われようである。私も欲しいな、お子様歯磨き。ダメよ。あんた、歯磨きは食べ物じゃないんだよ。いちご味の方が美味しいって。そんなに欲しけりゃ自分で買いなさい。お母さん止めないよ。ふー、ケーチケーチ、お母さんのドケチ。こうなったらもう歯磨きなんてしてやるもんか。私は不良になってやる。へっほい、歯磨きしないと不良になる前に虫歯になるのである。いちご味が欲しいな。あ、そうだ、ジャムと一緒にこうやって混ぜれば、うん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 、いい匂い。おいしい。これ立派ないちご歯磨きだよ。あたしは天才だね。ジャムと歯磨き混ぜたの？はい。すっげー、どんな味した？甘くてスッとするんだ。おいしいよ。オイラもやってみるブ。ダメダメ、絶対にダメだって。なんで？ジャムってものすごくいっぱいお砂糖が入ってるんだよ。ジャム入り歯磨きなんてお砂糖で歯を磨くのと同じだよ。虫歯になるって。そう言われれば歯に悪そうだね。混ぜるで思い出したけどよ、麦茶と牛乳混ぜると何味になるか知ってるか？それオイラ知ってるブ。何の味になるの？コーヒー牛乳。砂糖を多めにすると美味しいブ。だよな。あとアイスクリームに醤油垂らすとみたらし団子味になるらしいぞ。ほんと？面白そう。アイスにお醤油なんて想像つかないよ。ねえ、もっと他にもある？混ぜると違う味になるの。ただいま。マルコや、おかえり。ただいま。お母さんは？買い物に行ったよ。帰りが少し遅くなるそうじゃ。プリンにお醤油をかけるとウニ、キュウリに蜂蜜を垂らすとメロン味。本当かな。たくあんを食べながら牛乳を飲むとコーンポタージュ味。こりゃ味の七変化だね。ただい
まねえお姉ちゃん、お姉ちゃ ん、 ん牛乳と麦茶を混ぜると何味になるか知ってる？知らない。コーヒー牛乳の味になるんだ。嘘だ。ほんとだって、ハマジとブータローが言ってたもん。バカね、そんな味になるわけないでしょ。やってみなきゃわかんないや。もしコーヒー牛乳の味がしたら、冷蔵庫に残っているアイスは私がいただくや。別にいいわよ。でもコーヒー牛乳の味がしなかったら、アイスは私のものだからね。じゃあ飲むよ。せーの。何これ、変な味。なんとなくコーヒーの味するじゃん。全然違うよ。あんたアイスが欲しいから無理にそんなこと言ってるんでしょ。失礼だね。そのセリフそっくりそのままお姉ちゃんにお返しするや。というわけで判定役に呼び出された友蔵である。さ、飲んでみて。ん、ああ、何の味がする？知ってる味でしょ。おじいちゃん、変なら変だって言って。ああ、それほど変な味はせんが、何の味かと言われても。ごめんください。私はスイカのお裾分けに来ただけなので。いやいや、佐々木さんは私より物知りですから、ぜひ。遠慮しないでグッとやってよ。はあ、飲んで味を当てるなんて聞き酒のようですね。そんな洒落たものではない。ではいただきます。おお、これは何？何の味がする？小さい頃の春彦を思い出しますね。春彦くん？はい。じいちゃん、あーん。あーん。うん、おいしい。もう一個。あーん。卵ボーロの味に似ている気がします。春彦は小さい頃あれが大好きでしてね。卵ボーロ？そんな味もするような。いや、お茶に浸したカステラの味に似てやしないか。あ、そうだね。それよりこの味、前にお土産でもらった北海道の飴に似てない？ああ、バター飴。そう、バター飴。コーヒー牛乳の味はどこへ行ったのか。はい、次はこれ。牛乳にお酢なんて入れて大丈夫なの？いや、これはちょっと鼻につくの。なんか危険な感じがする。じゃあ飲まなくてもいいよ。その代わりアイスは私のものだからね。飲むわよ。うわ、なにこれ、まずい。これはさすがにいただけないね。この味覚えがあるぞ。おじいちゃん、なになに？これは古くなった牛乳の味に似ておる。もう変なもの飲ませないでよ。違うって、ハマジたちが牛乳とお酢を混ぜるとヨーグルトの味になるって。これのどこがヨーグルトよ。いやいや、牛乳の中にそこはかとない酸味があって、甘くないヨーグルトのような味がします。私は嫌いじゃありませんよ。私たちにもアイスくれるの？あんな変なもの飲まされたんだから、みんなだって口直ししたいでしょ。さすが6年生、気が利くね。ねえお姉ちゃん、最後に1回だけ試したいんだけど、いいかな？こうするとみたらし団子の味になるんだって。うん、おいしい。嘘、もうあんたには騙されないわよ。本当にみたらし団子の味がするもん。いや、こりゃ混ぜて大成功だね。おお、これは何？
かなかおつな味ですね。確かに美味です。でしょ、今日ナンバーワンの味だよ。私もちょっとだけかけてみようかな。あ、遅くなっちゃった。ん、あら、お客さん。アイスと醤油があればみたらし団子はいらないね。ん、うん、あと、ただいま。え、佐々木さん。お邪魔しています。みんなここで何を。すみません、お引き止めしたようで。いえいえ、こちらこそお邪魔しました。とても楽しかったです。それでは。ずいぶん好き放題やってくれたみたいね。お母さん、これには訳が。問答無用、ちゃんと片付けなさい。うん、お母さん、おいしそうだね、それ。あら、アイスと醤油があればみたらし団子はいらないんでしょ。聞こえてたんだ。まったく、食べ物で遊ぶなんて罰が当たるよ。ごめんなさい。ああ、マルコに乗せられた私がバカだったよ。さあ、早く片付けよう。うん、あれ、なんか私お腹がゴロゴロするかも。ほら見なさい、おやつ食べた上にそんな変なことするからお腹がびっくりしちゃったのよ。お団子は3人とも明日までお預けです。そんな、はあ、不思議な組み合わせで生まれる味の七変化。しかし本物の味が無性に恋しい3人なのであった。おじいちゃん、お婿さんを見つけてくれてありがとう。まる子幸せになるよ。あとはすっかり忘れてた宿題をやってくれたらもっと幸せなんだけど、あたしはもう眠くてしょうがないんだ。次回のちびまる子ちゃんはまる子の嫁入り、まる子布団の中での2本だよ。お楽しみにね。Oh,